久しぶりにプライムビデオでドラマ鑑賞をしたのですが、5話で終わりと思って見ていたら3部作でした。そして最初の1部だけ無料って。はい。2部、3部とレンタルしました。そして一気に見て謎だけ残って何だったんだ？です。帝国大学の所属で台湾に行くことは名誉なことだったのでしょうが、国の意向に沿わないといけないため、万太郎が乗り気でないのはわかりますが、当時はそういうわがままは通用しなかったのでしょうね。早くも不穏な気配に巻き込まれてるし、末子の渡してくれたお守りが役に立つ時が来るのでしょうか。当時の台湾の方々からすれば、自国語を奪われ、創始解明させられた憎き日本人ですからね。できれば平穏に終わってほしいものです。私、こういう雰囲気が好きじゃないので、早く終わってほしいなと思います。第109話のあらすじです。万太郎が台湾に旅立った後、見たことのない青年が長屋を訪ねてくる。なんと、それは万太郎の書生となるため、土佐から上京してきた虎徹だった。凛から空き部屋を紹介してもらい、虎徹も長屋に住むことに。一方、末子は三重から商売を始めないかと言われて